たただいままご紹介に預かりました三村ですこの度は半導体デバイスの研究開発に携わる者の一人として栄誉ある京都賞をいただき大変嬉しくまた光栄に思っております。京都賞の対象になりました HEMT こと高電子ロトランジスターを発表して40年近くが経ちます。この間 HEMT は衛星放送用受信機や携帯電話システムなど 情報通信イノベーションを推進した基盤技術として広く普及しております本日の講演ではまずはじめにヘムとの概略をアニメーションを使ってご紹介いたします続いて私の少年期の思い出やヘムと発明した経緯などについてお話したいと思います それではアニメーションからご覧いただきたいと思いますどうぞ40年前の発明が今の情報通信技術に活かされています電子が高速で半導体の中を移動する新しい原理のトランジスタそれがヘムトです新しい構造を持つヘムトは1979年に富士通で発明され そのの動作の実証に世界で初めて成功しましまたヘムとはハイエレクトトロンンモビリティトランジスタその頭文字から名付けられたもので1980年に初めて公表されました新しいトランジスタを作るためには新しい電子の通り道を作る必要がありました電子がスムーズに高速に移動できる道 例えて言えば専用ルートのようなものです従来最も高速であったガリウム基礎トランジスタはドナー不純物が多いところを移動していたため移動速度が遅くなっていましたこれに対してヘムトでは不純物がほとんどない専用ルートを作ることで移動速度を高速化しました通常のトランジスタに比べて 高速で移動できるようになりましたこの仕組みを再度模式的に比較することで見ていくことにしましょう電子はソースからゲートの下を通ってドレインに移動しますトランジスタのスピードはゲート直下の電子のスピードで決まりますただし従来のトランジスタではドナー不純物に衝突するため 電子の移動速度が遅くなっていましたそこでヘムトでは不純物がほとんどないガリウムヒ素の層を作りさらにその上にドナー不純物を含むアルミニウウムムガリウム基礎層を作りましたこのような構造にすることで電子はこの電子供給層アルミニウムガリウムヒ素層を離れ不純物がないガリウムヒ素層に集まり この二次元電子ガスとなったところに電圧をかけることで電子が不純物と衝突することなく高速に移動することを可能にしました次にヘムとの原理をバンド構造から説明することにしましょう半導体材料はそれぞれ固有のエネルギーを持っています 異なる半導体であるアルミニウムガリウムヒ素層とガリウムヒ素層を接合すると電子を引き付ける力の違いにより弱い方から強い方へ電子が移動しガリウムヒ素側に電子がたまります。ヘムとはこの通り道二次元電子ガスによって高速度低損失なトランジスタ特性を発揮することができます。 そしてこの二次元電子ガスを発生させるためには精度の高い結晶成長技術が必要となりますその技術の一つが分子線結晶成長装置例えばヘムとの電子供給層であるこのアルミニウムガリウム基素層の厚さはおよそ30ナノメートルですがこの分子線結晶成長装置によりその厚さを均一に制御し 上下ににるるここととのない結晶をを成長させることを可能ししました現在では新しい材料として窒化ガリウムを使用し電子の量電圧をともに10倍にも高めることができるようになりましたヘムとは現在パラボラアンテナやカーナビゲーションシステム自動車レーダー携帯電話基地局システムなど 情報通信社会を支える。さまざまな分野で活用されています。また。電波望遠鏡にも活用され。未知の星間分子を発見するなど。科学の進展にも。大きく貢献しています。ますます広がる可能性に。大いに期待が寄せられています。以上がヘムとの概略の。ご紹介でした。 この図はヘムトが利用されております主なシステムを示しております。現在はいわゆるワイヤレスシステムですね、無線のシステムに主に使われております。それでは続きまして私の幼少期の思い出を振り返りたいと思います。まず父母の初めか父母の話から始めたいと思います。私の父は 婦人服ののデデザイナーーとしししてて大阪のデパートに勤務しておりました私が生まれたのは戸籍上は大阪市で1944年の12月生まれで,ですがその頃は第二次世界大戦の末期であり日本の都市に対する空襲が激しくなっていましたので母は実家がある岡山県笠岡市に疎開し私はそこで誕生いたしました。 実は私が生まれる少し前にすぐ上の兄が溶接したために、私を溶接した兄の生まれ変わりとして、失意の中にあった父の寵愛を受けて育てられたように思います。戦後、一家は神戸にいた母のおばのすめにより、大阪から神戸に京を移しました。私の記憶は神戸の新開地という繁華街から始まります。 そこには映画館がひしめくように連立しており、いろいろなジャンルの映画が上映されていました。私はアメリカの空想科学映画を好んでよく見ていました。総天然色映画と呼ばれていたと思いますが、カラー映像を初めて見た時の驚きを今でも覚えています。映画の題名は忘れてしまいましたが、記憶に残っているのは溶岩が真っ赤な川となって流れている。 カラー映像でした映画とは分かっているのですが音響効果と映像のあまりの迫力に映画館が本当に火事になるのではないかということを心配したことを覚えておりますどのようにすればカラーにできるのか子供心に大変不思議な思いがいたしましたアメリカの空想科学映画を見すぎた影響でしょうか小学校の卒業文春には 将来科学者になりたいと書いてあるのを発見して驚いたことがありました。父は私たち子供たちの進路に関して主体性に任せてくれていたように思います。母も基本的には父と同じでしたが、子供が進路を選ぶのに必要な情報を子供たちの担任の先生や自分の知人たちから収集し、子供たちに伝えてくれていたように思います。 外して好きなことをやりなさいという両親の寛大な支援に感謝しつつ大変居心地の良い家庭生活を過ごさせてもらったように思っています大学は関西学院大学の理学部物理学科に進みました12年生が履修する一般物理を担当された堀武雄先生の授業は講義実験を主体とした授業でした我々学生の目の目前で 先生が、えー、実,地実験を見せてくださり大きな感銘を受けましたこの授業スタイルは先生が量子力学の溶岩期にコペンハーゲンのニールス・ボーア研究所に滞在した滞在し実際に研究された折にドイツのチューリ,ン,ベン,チュリンゲン大学で行われていた 授業スタイルを長期間観察して考え出されたものだそうです中敏原大学は天文学者のケプラーや哲学者のヘーゲルらを廃止したことでも有名な大学ですこのような授業は単に知識を使えるという面だけではなく若い学生たちに科学の方法論や科学の精神といったものを浸透させるという意味において大変意義深いものであったと思っています 卒業研究は堀先生の工学研究室で物質の線香現象と呼ばれる光の振動面が回転する現象に関する研究を行いましたこれは1966年頃の堀先生と研究室のメンバーです私はそのまま同大学の大学院に進むつもりでいましたが 先生が1年後に定年退職されるとのことで大阪府豊中市にあります大阪大学基礎工学研究科の半導体光物性研究室にお世話になることになりました私とトランジスタの出会いは今からおよそ半世紀前に遡ります私の大阪大学の恩師であります成田慎一郎先生の勧めもあり 1970年に神戸の富士通株式会社に入社いたしました成田先生には後に,後に富士通と合併する神戸工業に勤務されました1953年には有住哲也博士の下で我が国で最初の国産トランジスタの研究に従事され今日の半導体エレクトロニクス発展の講師を放たれました私が先生の 研究室に在籍したときには、研究室のテーマは、トランジスタの研究ではなく、新しい化合物半導体の作成と、その光物性の研究に移られていました。富士通での私の配属部署も、半導体の光物性を研究する部署に配属,されて配属されると聞いておりましたが、実際に配属されたのは、トランジスタの開発を行う部署でした。 配属された直後だったと記憶しておりますが。部長の前川俊一博士から。トランジスタの説明をしていただきました。トランジスタというのは二つの P. N. 接合。を背中合わせにして貼り付けたものだ。と言われたことに。言われたことを鮮明に記憶しております。ところはそもそも P. N. 接合すらろくに知らなかった私には。 トランジスタの動作原理は全く理解できませんでした後で同じグループの先輩にこのことを報告しますととりあえず読んでおくようにと渡されたのが1948年に PN 接合トランジスタを発明しましたショックレの PN 接合の理論に関する論文でした PN 接合のいわゆる整流特性が実にシンプルに表現されていたことに驚嘆しました やがて新人研修が始まり先輩たちからの手おどきを受けながら私にとっての初めての半導体デバイスとなったトランジスターを動作させることができましたカーブトレーサーで見る測定した静的電流電圧特性はまさにトランジスターの教科書で見る特性そのものであり半導体デバイスを製作する技術レベルの高さに驚くとともに ものづくりの喜びを深く感じた体験となりました入社から1、2年くらい経った頃自分でも新しいデバイスを作り出したくなりました身の程知らずの若気の至りです以来数年間提案した様々なデバイスは全く役に立たずまさに死死累々といった有様でしたが半導体デバイスに対する興味はますます強くなっていきました その根底には当時私のいた神戸の職場の先輩方は後輩たちの新しい挑戦に対してエンカレッジする風土があったように思います。1975年には神奈川県川崎市にあります富士通研究所に転籍となりそれまでのシリコンから化合物半導体の高速電子デバイスの開発に携わることになりました。 歴史的に見ますとトランジスタの高速化という技術課題は1948年に米国のベル研究所において PN 接合型トランジスタが発明されて以来重要な技術課題でありました。トランジスタが高速になれば大量の情報を短時間で処理したり高い周波数の電波信号を送受信することが可能になるなど 各種情報通信システムの飛躍的な性能向上が期待ではそこでまずトランジスタの高速性を支配する基本的なメカニズムとはどんなものかを紹介したいと思います。トランジスタにはいろいろなタイプがありますがここでは最もポピュラーな FET こと電解効果トランジスタを取り上げたいと思います。FET はゲート直下の 電子の総数をゲート電極に印加する信号電圧の大きさに応じて増減させドレイン電流を変化させて動作するトランジスタです電子の総数が増減するのに必要な時間は電子がゲート電極直下を通過するのに必要な時間程度かかりますこの時間は電子走行時間と言われています 電子走行時間を短くすると、トランジスタは高速に動作しします。このことから、高速化には二つの方法が考えられます。一つは、ゲート電極を細くする。この距離ですが、これを細くする。もう一つは、電子の走行速度をアップしてやることです。電子の走行速度は、加えた電解強度に比例するオン というフォームの法則が成り立ちます比例乗数をえ電子の移動度モビリティとか呼んでおります電子の移動度は半導体の種類によって異なります化合物半導体のガリミ素はシリコンの5倍くらい高い移動度を持っているため1970年の初頭からガリミ素 FET が 注目され活発な研究開発が進められていました。ヘムと発明した1979年当時、私はガリウムソーフィを開発する職場に所属しておりました。この図図でお示しした FET はガリウムミソメスフェットと呼ばれる FET の一種です。ゲート電圧ゲート電極に 電圧を印加することによって電流を増減させて動作しますこの図のような状態の場合には電流は流れませんがプラスのゲート電圧を印加しますとまさに水門が開かれたように電流が流れ始めますガレ・ミソ・メスフェットは1966年に CA ・ミードによって発明された高速デバイスで デバイス開発者にはこれは究極の高速デバイスでありもはやこのメスフェットを改良する仕事しか残されていないのではないかと思われておりましたそこでメスフェットとは異なるガレミミソモスフェットというデバイスを1977年から研究をスタートさせておりましたご存知のようにモスフェットはシリコンの 大規模集積回路には不可欠のデバイスでありシリコンモスフェットより高速なガリミソモスフェット実現の可能性を探るのが研究の目的でしたシリコンモスフェットはゲート酸化膜上に設置されたゲート電極によってシリコン表面に電子を有機して動作いたします しかし当時までシリコンモスフェットと同様にガリミソの表面に電子を有機させて動作できるガリミソモスフェットを成功させた研究者はいませんでしたまさに前人未到の挑戦でありますいろいろな方法でゲート酸化膜を作り実験を繰り返しましたがガリミソ表面に電子を有機することは最後までできませんでしたシリコンには シリコンでは表面に SIO2 膜を作ると電子を誘機することができるのにガリミソではできないのです。ガリミソとゲート酸化膜との海面金棒に存在する表面順位といわれる順位が電子をトラップして動かなくなるためです。 いくくら試みても、ここのの表面順位をななすす。とがでできなかったのです研究をスタートして1年くらい経った1978年頃ですが研究を進展させるようなアイデアが枯渇したという思いが強くなり電子を蓄積することを断念し挫折感を味わうことになりました断念後表面順位が比較的多くても動作できるドナーを添加した 電流炉を持つタイプのモスフェットでスイッチング性能を評価することに目標を変更しました。狙っていた電池蓄積層を持つタイプのモスフェットが絶望的となった以上、ガリミソモスフェットの研究に幕を引く前に開発の到達線を示しておきたかったからです。幕を引く部隊として、1979年、米国で毎年開催 開催されます第37回デバイススリサーチコンンファレンス通称 d r c と呼ばれるデバイスに関する研究会議を選びましたその発表論文の原稿を書いてちょうどその時に我々の研究とは異なる技術分野でなされた偏知症動部調合誌の論文に偶然遭遇いたしました。 1979年のの月頃のことです。この変長ドープ調光紙というのは高純度のガリウミ素素これが高純度のガリウムソですが高純度のガリウムソ層とシリコンをドープした N 型のアルミニウムガリウム層。これですね2種類の非常に薄い半導体層を交互に何十層も 重ねた構造をしております論文の調光支中の電子の論文は調光支中の電子の移動に焦点を当てたものでしたが実はこの論文の著者たちが言及していないある実験事実に強く印象づけられました。それは2層の N 型アルミニウムガルミソ層の,層の にに挟まれたガリウミソ層に電子が蓄積するという実験事実ですこのこと自身は当時の講師の技術分野ではいわゆる周知のことであったと思いますが蛾粒ミソの表面順位と悪戦苦闘していた筆者には新鮮な驚きであり極めて印象的でした前述したようにガ蛾粒みそモスフェットでは表面順位のため 電子が蓄積することがなかったからです。変調ドープ調合子の中のガレウミ素とアルミニウムガレウミ素とは、結晶構造の特徴は類似しており、それらの結晶界面には表面順位が少ないため、電子が蓄積いたします。この電子が蓄積するという実験事実は印象的ではありましたが、変調ドープ調合子という特殊な 構造のことでもあり、その時点では何ら具体的なアイデアやインスピレーションは生まれませんでした。しかし人間の心理というのは唐突に変化するものなのでしょうか。先に述べた第37回 DRC でガルミソーモスフェットの発表をした直後、同会議に出席していたある米国の研究者と雑談しているときに、 延長ドープ聴講師から何か実用的なデバイスが引き出せるかもしれないという思いが突然浮かびました考えようとする意志が湧いてきたのです異なる技術分野の論文と出会い研究者との雑談これらの偶然の出来事がヘムと発明するきっかけを作ったことは間違いありませんが改めて振り返ってみますと ガリウヒ素モスフェットの研究に失敗したという苦い経験が実はヘムトの発明に最も貢献したのではないかという気がします。物事に対する感受,感受性というようなものが失敗によって研ぎ澄まされ日常的な偶然から何かをすくい上げることができるのは多分この感受性によってであろうと思われるからです。 最近学者ルイ・パッスールの名言チャンスは備えある心に訪れるということでしょうかヘムトの場合備えある心を育んだのはガリウミストモスフェットの失敗であったと思っています第37回 DRC から帰国後独創的なアイデアを得ようと聴講師構造に思考を集中しましたそして一つの単純な 構造こそが最良であるという一種の指導原理に思い至りましたこれをに従うと最も単純な構造は高純度ガルミ素層と N 型アルミニウムガルミ素層の一組から作られる一層の電子蓄積層を電流チャネルとする構造であることは明らかですその次に明らかにすべきことはどうすれば変調動部調光子の中の電子を コントロールできるかということですヘムトのアイデアにたどり着いたのは考え始めてから二三週間経った1979年の7月のことですこの図はヘムトの動作原理を説明するための手書きのエネルギーバンド図であります1979年8月に社内の特許部に 提出した特許原稿の一部です。この図は、ヘムトの層構造と電子蓄積層をどのように制御してトランジスタ動作をさせるかという原理を表現しておりますが、多少抽象的であることが難点であります。もう少し具体的に、ヘムトの素子構造のルーツを表現いたします。ガリウムイソメスフェットは、 ガリミ層モスフェットそれに変調動部調光子という異なるピースこれを軸層パズルに例えてお話しいたしますとですね、こういうピースが融合してヘムトというデバイスを出現させたということでありますどんな分野の研究開発においてもそうだと思いますが 新たなアイデアを創出するためには研究のスコープ広がりを広げておくことが有効な方法の論の一つであることこのことがヘムトの発明に際しても確認されたということです。ここで強調しておきたいことは挫折したガリミソ・モスフェットもヘムトの素子コンセプト形成にはなくてはならない。 重要なピースの一つであったことは極めて教訓的であると思っています失敗した経験も役に立つという大切なことをヘムトの研究開発を通して学ばせてもらったと思っていますヘムトのアイデアは1979年8月に特許出願原稿として富士通の特許部門に受理されました しかしアイデアだけでは絵に描いた餅にすぎませんアイデアは実験によって実証されなければなりません実証に際してはさまざまな技術が必要になりますヘムとを試作するためには高度な結晶成長技術が必要でした当時私はデバイスを開発する部門にいましたが そこにはヘムトに要求される制度で結晶を作る技術はありませんでしたヘムトの電流チャネルとなる電子蓄積層が存在するのはガリウム磯とアルミニウムガリウムのヘテロ接合界面からわずか電子の波動関数の広がる程度原子層数で言えば十数原子層という極めて狭い領域ですしたがって結晶成長としては 原子層オーダーの精度でヘテロ接合を製作する技術が要求されます。このような厳しい精度を満足する結晶成長技術として分子線結晶成長法 MBE と言われますが、唯一の当時唯一の候補でした。MBE は基本的には半導体の真空上着法です。 結晶を構成する元素をそれぞれのセルに入れて、えー、それらを加熱し分子ビームを発生させ加熱された結晶基板に照射し結晶薄膜を形成します各セルの前にはシャッターが置かれ こういうところにシャッター必要な結晶結晶に必要な元素のシャッターの開閉によって連続的にヘテロ接合は形成されるわけです幸いにも富士通研究所でも MBE でガリミ素やアルミニウムガリミ素素を成長する研究を行っていたグループがありましたグループリーダーは 水さとし研究員現在大阪大学名誉教授ですがそこで MB グループに私のアイデアを説明したところヘテロ接合結晶の政策を全面的に協力してくれることになりましたこの日から我々の組織を超えた小規模な施策サークルによる共同研究が開始されましたもちろんこの研究は当初研究所から 正式にオーソライズされたものではなくいわゆるモグリの共同研究でしたからこれに避ける研究時間もごく限られたものでございましたモグリの共同研究がスタートして3か月たった11月ごろになると MB グループの技術レベルは向上しデバイス制作をスタートさせるレベルまで到達していました。これは驚異的な速さであったと思います。 ままさに MB グループの執念でございます。このテーマは MB グループの存亡がかけられたチャレンジでもありました一方私はデバイスプロセスを担当いたしましたプロセスの中でも困難だったのはエッチング技術でしたゲート電極化の N 型のアルミニウム,アルミニウムガリミそ層全体を空母化させて 電子、えー、ヘムと動作を振るためにはゲート電極とヘトロ接合界面とに挟まれた半導体の厚みをエッチングによって数ナノメーター程度という当時の技術レベルからすればまさに気の遠くなるような高い精度でコントロールする必要があったためです。いろいろなエッチング液を作っては試してみるという単純な実験をえいと繰り返し 貴重な MB のウエハーを何度もダメにしてしまいましたが、その年の12月下旬、不度まりの低いウエハーの中にヘムと動作するチップを見つけることができました。ヘムとの誕生を確認したときの気持ちは達成感と嬉しさはありましたが、協力してくれた MB グループのメンバーに恩返しができるハンド感が一番大きかったことを覚えています。 ちなみにこのヘムトの研究成果を1980年6月ニューヨーク州にありますコーネル大学で開かれた第38回 DRC で発表した時のことですが私が発表を終えて席に戻ると不意に後ろから肩を叩かれ振り返ると見知らぬ人が何か書類を差し出すのでいますと驚いたことに我々のヘムトと類似のデバイスでした。 それはヘムトのアルミニウムガレミソとガレミソの上下を逆さまにした現在それらは逆ヘムトと呼ばれるデバイスでした逆ヘムトでは電子蓄積層がアルミニウムガレミソ層の上にできるということというデバイスでございます我々はヘム,ヘムト世界初の A を手にすることができましたがその差は 数ヶ月しかございませんでしたヘムトは実用に関しては懐疑的な意見が多かったと思います私自身もヘムトを実用化できるかどうか半信半疑でした理由は二つありました一つは当時ヘムトの唯一の結晶成長技術であった MBE の製造能力が低いという問題がありました MBE はもともと 結晶が成長するメカニズムを研究するという目的に向けて開発されたものでございました。量産用のアーキテクチャーにはなっていませんでした。つまり、ヘムとの実用化には、まず量産用の結晶成長装置の開発が前提であったわけです。これには、有機金属ガス原料とする量産型の有機金属化合物基礎成長法、 通称 MOCVD と言われるものが開発されヘムトのウェハーの量産体制ができましたもう一つの実用化を拒む当時の技術課題はヘムトの製作技術の難しさでありましたゲート電極とヘテロ接合界面との間の距離を高精度にコントロールして所持の厚さに設定する必要があったからです アルミガリウムミ素は、アルミを含むため、ガリウムミ素に比べ化学的に活性であり、空気中に放置しておくだけで酸化されて、アルミニウムガリウミ素層の膜厚が変動してしまうのです。このことは、ヘムとの実用化にとってまさに致命的です。この制御が難しい技術課題をブレイクスルーしたのはアルミガリウムミ素層上に積層されたガリウミ素、キャップ層と、 呼ばれるアルミガリミソ層を保護するための層構造と反応性イオンンエッチング技術でしたつまりガリミソキャップ層がアルミニウムガリミソ表面を酸化から保護しゲート電極を設置するときに初めてガリミソのキャップ層を取り除いてやるという至ってストレートな 発想です。反応性イオンエッチングでは高周波電力で活性化されたフッ素系ガスによりゲート電球が設置される部分のガリウミ素キャップ層を除去しますガリウミ素キャップ層がエッチングされアルミニウムガリウミソ表面が露出するとエッチングは自動的に停止いたします アルミニウムガレミス表面に科学的に安定なフッ化アルミニウムが形成されそれ以上エッチングが進まなくなるからですこれらのブレイクスルー技術によって初めて特性の揃ったヘムトが再現性よく製造できるようになりました実用化されたヘムトではこのように ガリミソのキャップ層が取り除かれそこにゲート電極が形成されていることがわかりますヘムトは高層デバイスを追求するという研究動機の下でたまたま誕生したデバイスです誕生した当時ヘムトに対するマーケットニーズは当然ありませんでした 実は全くの想定外の出来事からヘムトの製品化はスタートしました。1983年の個国際固体回路会議においてマイクロアタイの衛星通信への適用を想定しヘムトの低雑音四段増幅器を発表したところ出席していました米国の電波天問題の関係者の注目する。 とところとなりました。発表したヘムトの低温における雑音特性は従来からのパラメトリック増幅器やガリミソメスフェットの増幅器を置き換える性能を持っていたためですこのことが契機になり電波望遠鏡用の低雑音増幅器がヘムトの最初の製品ターゲットになりました。1985年ににに長野県にある延山電波天文台に設置された。 ヘムトの増幅器は暗黒星雲の中に未知の炭化水素分子の発見に貢献しその後世界の主要な電波天文台にも設置されるようになりました開発初期にニッチではありますが低温でのヘムトの性能を生かせるマーケットの出現により企業活動巡り合えたことがマーケットに巡り合えたことがイノベーションへの極めて重要な一歩になりました。マーケット との出現により企業活動が開始され、それによってデバイス技術が継続的に改良され、新たな応用分野の道が開かれたからです。ヘムトが本格的に普及し始めたのは1987年頃なんです。従来からのガルミソメスペットに代わり、衛星放送受信用コンバーターの定雑存増幅器として大量に使用されるようになりました。 低雑音ヘムトを使うことでパラボラアンテナのサイズが従来の半分以下にまで小さくできたためこのようにベランダでも設置できるサイズになり衛星放送は日本やヨーロッパにおいて爆発的に普及し情報のボーダレス化に進展に寄与しました最後にトランジスターと出会って半径 世紀近くになりますが改めて振り返ってみますと私の研究変歴は偶然性に支配されうよ曲折の連続であったように思っています予想外の配属先の変更や研究での挫折異分野の技術情報との偶然の出会い国際会議場での研究者との雑談などこれら偶然の出来事が 全て現在の私を作り上げたと言っても過言ではありません。異質なものといやいつなものや予想外のことで出会うことで驚きや感動が生まれこれらがモチベーションとなって新しいものに挑戦し続けられる忍耐力を見、平凡な技術者に過ぎない私でも これまでに存在しなかったものを作り出せたのではないかと思っています。これらのことを心に刻み、これからも努力してまいりたいと思っております。これまで私を導き支援してくださいました多くの方々に心から感謝申し上げます。ご清聴ありがとうございました。 ありがとうございましたそれではご講演をいただきました三村博士に花束の贈呈がございます三村博士ありがとうございました